キトチャンネル飛べない天使よ、テキトです。今回はユタさんのエピソード飛べない天使というゼペット漫画を読んでいきます。で、飛べない天使の飛べないの裏側、逆さまで見ると飛ばない天使なんだよね。まあ、飛べない天使はいいけど、飛ばない天使は飛べよって思うんだけど、まあ、それがなんかね、この漫画の肝になってくるかもしれないんで、まあ、とりあえず読んでいきましょうか。この漫画を読んでいく前に、まずはグッドボタンよろしくお願いいたします。もう一回言いますよ、押してくださいとりあえず押してください。押して動画最後まで見て、うーんと思ったら、この漫画じゃなくて私の喋り方が悪いんで、あの、外してください。まずは押しましょう。というわけで、読んでいきましょう。飛べない天使第1話。午後6時32分、だんだんと暗くなってきた頃、決まってそいつは現れる。6時32分ちょうどに現れんの、中途半端だな。ねえ、何なの？お、この子が主人公かな。え、あ、これが天使？これが飛べない天使ですか？めちゃめちゃでかくない？いや、もしかしたらこの女の子が小柄なのかもしんないけど、こう見ると天使めちゃくちゃでかいな。え、じゃないよ、あんた誰？天使です。ああ、やっぱ天使なんだ。まあ、天使って大体街中にいないもんだけど、まあ、これ事情があるんだろうな。ある日を境に、私は自称天使の変な男が見れるようになった。はあ？私以外には見えないらしい。素通り。あ、本当に天使なんだ。自称天使っていうと、私は天使ですって言ってるだけだけど、まあ、実際他の人には見えないんだったら、まあ、人間ではないんだろうな。鈴木美優の高校2年生、うん、鈴木美優ちゃん。あー、なんでついてくるの？うん、行くとこがないから。知らんわ、わら。あ、でもわらっていうぐらいだったらまだ、その本気で嫌がってはないんだな。まあ、イケメンだもんな。どうせこれ自称天使のイケメンじゃなかったら警察行ってるんだろうな。大体なんで私にしか見えないのよ。天使だから。質問の答えになってない。うん、いつも通り学校行って、いつも通り授業受けて、いつも通り帰ろうとしたら、おかえり、こいつがいた。ああ、でもいつもやってくるっていうから、本当に一日だけじゃなくて毎日のように来るんだろうね。最初はこう思った。やばい人なんだと。変な格好した、変なこと言ってる人。逃げよう。まあね、まあ逃げようとはなるわな。俺もなるわ、さすがに。私は天使ですって言われながらついてくるんでしょ。めちゃめちゃ怖いぞ。元陸上部の私ならこの変質者から逃げられる。うん、まあ俺も陸上部だったんですけど、中学高校、私も逃げられる自信ありますね。なんで逃げるのはずだった。あ、警察ですか？ちょ、怖がらないで。俺は、天使？は？あ、じゃあ、確かめていいよ。ほう。なんか、ちょっと浮いてる。ちょっと浮いてんだ。もうドラえもんくらいしか浮いてないんじゃない？触れない。え？あ、触れないんだ。じゃあ今からこう天使と人間のラブストーリーが始まるわけでもないんだな。どうやらこいつの言ってることは本当らしい。はあ、だから本当なんだって。写真にも写らない。ああ、じゃあもう本当に天使なのかな。まあこれ、まあとりあえず第1話が終わったんで、飛べない天使第2話読んでいきましょう。
みゆの友達がいる。みゆのだっけ名前みゆのだっけ、主人公。勉強もできる方だし、家族も優しい。帰るよ。あ、優しい。この作者さんも優しいね。家族も優しいのやさに振り仮名振ってあげてる。これ優しいですよ。でもなんか不安。この幸せがいつか終わってしまうのかとか、そういうのじゃなくて、もやもやする。何様だよ。何もかもうまくいってるくせに。人には相談できなかった。毎日本当に幸せで文句なしなんだけど、何か変わるかも。思い切って部活を辞めてみたけど特に変化はない。うん、でもなんかそういう時期ってあるよね。こう何もかもこう不満っていうかモヤモヤするし、このままでいいのかなとか、本当にこれでいいのかなって思ったり、こういろんなさ、やっぱ高校生とか中学生って多感な時期だから、いろいろ思うことがあるよね。でもそれを乗り越えて大人になっていくのです。適当より。おかえり。こいつに出会ったのはその頃だ。最近はこの天使とやらに話を聞いてもらっている。お悩み相談相手になってもらってんだ。ふーん、贅沢な悩みだね。こいつ絶対天使じゃない。でもまあそんな思い詰めてる感じじゃなくてよかったな。これでも真剣に悩んでるの。ふーん、まあ大丈夫だよ、楽に行こうぜ。本当に天使なんかな。まあ確かにね、この羽も白いペンキで塗装してるだけで真っ黒かもしれないからな。あ、そうだ、そういや、なんで陸上やめちゃったの。うん、でもそれは何か変わるかもって思ってやめたって言ってなかったっけ。別に、なんか変わるかなって思っただけ。って、なんで知ってんの。天使は何でも知ってるのだよ。あー、なんかムカつくな。あ、そろそろ時間だ。じゃ、また明日。まっすぐお家に帰りなさいよ。言われなくても帰ります。わあ、なんかちょっといい感じになってんな。でもさ、こういう学校が終わって、で幼馴染とか、まあ、好きな人と一緒に帰って、こうどっか、まあ、道端で喋って、暗くなっちゃったねバイバイみたいな、そういう恋愛してる人いますか、この動画を見てる中に。もしいたらね、羨ましいです。さーて帰るか。あの天使について分かったことがいくつかある。人間界には30分しかいられないらしい。おお。羽あるけど飛べない。うん。好きなおにぎりはエビマヨ。エビマヨか。ちょっとこの天使と俺は趣味合わないね。私はツナマヨ、もしくは焼肉が入ったセブンイレブンとかに売ってるやつが好きですね。しょうもな、需要ない。確かにすげえどうでもいい情報ばっか出てくるな。まあ確かに30分しかいられないっていうのは結構重要だけど、飛べないとかエビマヨが好きとかそこまでだよね。てか30分後は消えるってことは羽いらなくない。あいつのこと何も知らないのでは。まあ謎だらけの天使ってことで、飛べない天使第3話読んでいきましょう。ちなみにこの漫画ね、4話までしかないんですよ。こんにちは、天使です。え急に天使の視点入った。天使と言っても特にすることはない。ホワイト企業じゃん。なんて言ったって俺はまだ一人前の天使じゃないから。一人前の天使の仕事は主に自殺願望者を止めることなんだけど、俺はまだ一人前の天使じゃないから仕事したくないだけ。まあその一人前の天使になったら、こう自殺したいと思ってる人を止める仕事があるけど、この
謎だらけの天使は、まあ、めんどくさいし、俺は一人前の天使じゃないからって言ってニートしてるわけだ。そんなある日のこと、今日はエビマヨ食べよう。ぼーあ？ちょ、え、気づいてないし、惹かれかけたよね。あーもう多分この天使はさ、そんなことなんかなんとかうまくいくよって言ってたけど、この主人公は結構本気で悩んでるんだろうね。危なっかしいな、あの子大丈夫か。ドン、あ、謝りもしねえのかよ。ああ、怖そうな人を怒らせちゃったよ。気づいてない？さすがに気づかない？もうそんだけもう頭ん中でぐる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 同じことっていうか悩みがくるくる回ってんだな。見てるこっちがハラハラする。天使帰宅。ああ今日は天使とは一言も話さなかったのか。鈴木美優の、あ、鈴木美優のちゃんか。だからさっきなんか鈴木美優の高校2年生って自己紹介があって、鈴木美優の高校2年生と思ったんだけど、鈴木美優のっていう名前の高校2年生ってことか。なるほどね。何でもわかるスマホ、なんじゃそりゃ。鈴木美優のさん、天使母。あ、もう天使って人間から派生するんじゃなくて、もう天使の親がいて、天使同士から天使の子供が生まれるんだ。なるほどね。じゃあもう完全に人間じゃないんだな。うん、今日見た。その子のお母さん知ってるわ。危なっかしいのよね。ほう。あ、今度声かけてみたら。うん、そうする。明日声かけてみよう。こうして天使と少女は出会いましたとさ。あ、これあれか、その天使が現れる前の話か。これぼーっとしてるのはみゆのちゃんと天使が出会う前の話ってことか。で、危なっかしい子だから、じゃあ俺が守ってあげようみたいな感じで天使がそのみゆのちゃんの前に現れたってことね。なるほどなるほど、時系列が分かったぞ。さあ、飛べない天使最終話読んでいこう。はあ、どうしたの今日さ。うん、友達に悩みなさそうでいいねとか言われて、まあ確かにこれといった悩みはないけどさ。いやこれさ、皆さんも気をつけた方がいいよ。なんか〇〇ちゃんって悩みとかなさそうみたいな、こう元気いっぱいの子に言ったりしちゃう人もいると思うんだけど、大体てかもうほぼ 100% 何かしらの悩み持ってますから、全員この生きてるこの日本世界を生きてる人間全員悩みは抱えてますから、ゼロ子って人ね本当にいないと思う。多分自分が気づいてないだけで、そのいや私悩みないですって思ってる人も何かしらね気づいてないだけでありますよ。ふーん、あ、じゃあさ、今日も私は天使に愚痴る。いつしかそれが私の日課になっていた。学校終わり。お腹すいた。天使いるかな。ん？この日天使は現れなかった。今日もいない。どっか行っちゃったのかな。天使が現れなくなって1週間が経った。あ、今までは毎日いたのに1週間もいないってなると、これ天使どうしちゃったんだろう。もしかして一人前の天使になってもう全然違う世界の自殺願望者を助けに行ってるみたいになったのかな。ねんま、早く帰って寝よっと。いつしか天使が現れなくても気にしないようになっていた。みゆのちゃんって家こっち方面だったんだ。え、あやねちゃんも？あ、あやねちゃんかわいいね。知り合いかな。よかったら一緒に帰らない？さくらあやね、みゆのと同じクラス。うん、いいよいいよ、帰ろう。
ありがとう。あ、ここで初めて天使のことを思い出した。ふんふんふん。一瞬だけ。完全に俺のことを忘れてるよ、白状者め。まあ幸せそうならいっか。ねえ、ミユの笑いすぎ。はは？エンド。あー、いい、めっちゃいい終わり方だなこれ。いや、私めっちゃ好きな漫画ですね。まあこれなんやかんや、最初さ、天使と出会う前ってこうずっとぼーっとしてて、なんかいかつい人にぶつかっても気づかないし、車に轢かれそうになっても気づかない。これってもはや自分で気づいてないだけで、自殺志願者と変わんないんですよ。でそこで、まあ、天使に目つけられて、その仲良く話したりして、結果、まあ、友達と一緒に帰る、まあ、一緒に帰る友達ができて、そのぼーっとしなくて済んだみたいな、死ななくて済んだってことで、まあ、天使もまあ、一人前の天使になったってことだし、みゆのちゃんも、まあ、今後はね、その友達と帰ったり、まあ、死ぬことはないでしょう。っていう終わり方なんじゃないかな。めちゃくちゃ好きな漫画ですね、私。すごいハッピーエンドで、いい漫画でした。はい、というわけで、いや、てかちょっと待って、今思ったけど、飛べない天使なんで飛べないの？なんで飛べながいの？いや、俺この飛べない天使っていうからさ、飛べないことがなんか重要なキーワード、鍵になってるかと思ったら全然関係ないっていうね。なるほど。まあ皆さんね、まあ、もし俺が気づいてないこととか、これってこういうことだったんじゃないかなみたいなことあったら、ぜひねコメント欄に書いてみてください。というわけでね、他にもいろんな動画出しているので、チャンネル登録グッドボタン忘れずによろしくお願いいたします。ではエンド。